はい、どうも、マサルです。今回は、三浦知良、キングカズへファンレターを送ってみたということについて動画を撮っていきたいと思います。まず最初に目次です。都市伝説は本当なのか、そして、準備したこと、どんな内容をファンレターに書いたのか、で一番最後が結果ですね。ファンレターを送ってみた結果どうなったのかということについて、話していきたいと思います。でまず最初になんですけど、キングカズって、都市伝説があるんですよ。でここに出した通り、100% サインを断らない、もうどんな人に対してでも絶対サインが書いてくれるっていう、そういう都市伝説を僕は高校時代、サッカー部の友人とかにチラッと聞いたことがあったりとか、あとネットで見てても、もう数は絶対サイン断んないみたいな書き込みたくさん見たんで、これ本当なんじゃないかと思って、で実際に僕が、2019年の11月に、試してみました。でまあファンレターを書くって言っても、まあ、一体何をするしたらいいのか分かんなかったんで、いろいろ調べた結果こういったものを事前に準備しました。まず宛先ですね。カズにファンレターを送ろうと思っても、宛先どこか分かんなかったんで、まず最初に、宛先の確認をしました。でその後に封筒、この封筒、100均で売ってる封筒ですねを買ったのと、あと切手、84円の切手2枚と、あと写真ですね。サインをもらうときに、カズのかっこいい写真にサイン欲しかったんで、写真は僕は2枚入れました。で最後が便箋に、僕の気持ちとか、実際のファンレターの内容をこの便箋に書きましたと。で一つ一つ見ていきますと、まず宛先ってことなんですけど、横浜 FC っていうサッカーチームに今キングカズは所属していて、で横浜 FC の、クラブハウス宛に送ると、ファンレターの宛先としては大丈夫だよっていうのが、オフィシャルのホームページに載ってました。ただちょっと今見たら、そのオフィシャルのホームページに載ってたページが消えちゃってたんですけど、去年の2019年の11月頃にはちゃんとこの宛先で書けばファンレター送れるよって書いてあったんで、僕は、当時の横浜 FC のホームページに書いてあったファンレターの宛先、ここに書いたんですけど、ここに、三浦知良様ということで、宛先をここにして出しましたと。で今もここで変わらないと思います。でその他ですと、切手2枚とあと封筒2枚ってことで、切手は、コンビニで買って、で封筒は100均で買いました。で1枚は横浜 FC 宛てに、要は数宛てに書いて、でもう1枚の封筒には自分の住所を書きました。で封筒へそれぞれ2枚とも切手を貼りました。やっぱり返信欲しいんで、さすがに数に、切手代を負担してもらうとか封筒を用意してもらうっていうのはさすがにありえないと察したので、自分用と、あともちろん数に出す用、2枚それぞれ切手と封筒を買いました。イメージこんな感じですね。封筒2枚に、数宛ての宛先と切手で、もう1本にも自分の宛先と、切手を貼りましたと。で次に準備したのが写真ですね。色紙とか、あとは本当に手紙、白紙の便箋にサインもらうでもいいのかなと思ったんですけど、僕はやっぱりかっこいい写真にサイン欲しいなと思ったんで、サインをもらいたい画像をネットで調べて、何枚かっていうのもどこが正しいか分かんないんですけど、もう僕2枚なら書いてくれんじゃないかと思って、1枚だと寂しいし3枚だとちょっと多すぎるなと思ったんで、間を取って2枚にしました。でかっこいい写真2枚ネットで選んで、それをスマホで保存して、で僕はセブンイレブンの簡単ネットプリントっていう、アプリからすぐに印刷したい画像を選択できて、でそのまま全国のセブンイレブンに行くと1枚30円で印刷できるっていう、ちょっと概要欄にリンク貼っといたんですけど、そういったものを利用して、すぐに印刷しました。でこちらがですね、実際にどうやって画像を探したかですね。三浦知良って調べて、 Google の画像ボタンっていうのがあるんで、それで欲しい画像を
つけたら、あとは右クリックで、名前をつけて画像保存っていうのを押すと保存できるんで、まあこのやり方で、自分の、スマホに保存しました。で、まあどんな内容かっていう、実際に僕がファンレターで書いた内容なんですけど、まあ全部公開するのはちょっと恥ずかしかったんで、概要だけ書くと、あくまでサインくださいっていうよりは、サインはできたらくださいっていう、それぐらいの熱量で、文章を書きました。で、もちろん僕、三浦知良選手好きなんで、まあ、ちゃんとその自分の伝えたい気持ちをちゃんと書きました。で、まあ、見てくれる、この自分の書いた手紙をカズ本人が見てくれるって考えた時に、結構僕緊張しちゃって何回も書き直したんで、最終的なアウトプットの文章は、すごく、まあ、しっかりしたというか、それなりの文章にはなっていたと思います。なので、まあ、適当に書いたら多分返事は返ってこなかったんじゃないのかなと僕の推測ですけど思います。まあ、ちゃんと伝えたい気持ちを書いた上で、で一番最後、文章の一番最後に、まあ、こういった可能だったらちょっと写真に、同封した写真にサインいただけたら嬉しいですっていう文章を、まあ、付け加えて、文章を締めました。はい。で、まあ、結果なんですけど、まあ、驚くことに、まあ、ちゃんとサインが返ってきて、これすごく感動しました。僕、去年の11月、2019年の11月の下旬ぐらいには送ったんですけど、もう2週間後の12月の最初の週あたりには、自分の自宅のポストに僕の入れた、封筒と、その中に僕の入れた写真がサイン入りで返ってきて、まあ、とてもびっくりしました。やっぱりここら辺の対応はさすがというか、まあ、本当にキングと呼ばれるだけあるなと思ったし、まあ、めちゃくちゃファン多いんで、カズ選手って。まあ、本当、こういった地道なファン対応というか、ファンサービスの質っていうのはさすがだなと感動しました。で、まあ、しっかり2枚、こういうふうに直筆で、サインいただきました。で、最後におまけですね。まあ、僕が実際に買った封筒と、あと便箋と、あと一番右にある画像は、ちょっとした小さい封筒を中に入れたんですよ。封筒に直接便箋と写真入れ込んでもいいかなと思ったんですけど、ちょっとそれだと味気ないなと思ったんで、まあ、気持ち上品になるように、二重にしました。なので封筒の中にもう一個この一番右の薄ピンクの小さい封筒を入れて、その小さい封筒の中に自分のファンレターを書いた便箋と、あと欲しい、サインの欲しい画像を入れました。なのでまあちょっとそこら辺もやってよかったのかなっていうのは今思ってます。まあ全体的にはこんな感じですね。まあ便箋2つと、あ、すいません、あれか、封筒2つとサインの欲しい写真2枚。あと小さいピンク色の一番左下のやつですね。それが小さい封筒。で、右が便箋って感じです。で、まあこれお金もかかんないですし、これいくらだろうな。まあ切手代合わせても160円ぐらい。で、まあ多分400円かかんないんじゃないですかね。もうすぐにできますし、実際にちゃんと自分の気持ちを伝えればカズ選手だったら返事はくれると思うんで、まあ実際に返事くるとめっちゃテンション上がるんで、ぜひですね、まあサッカーファンの方、そしてカズのファンの方いらっしゃいましたら、まあ試すっていう方法はすごくありかなと思っています。